やらなければいけないんだ、俺がトランクス 未来のみんなを生ききらせてって思ったんならいつでも相談してくるよなスーパードラゴンボールならまた1年後集めればいいんだからありがとうございますでも全王様や破壊神の怒りを買って宇宙を消滅させられたら大変ですからそれに今の俺はドラゴンボールに頼らず 自分の力でこれからの未来を守りたいと思うんです <laughs> 立派になったよなトランクスそれに引き換え17号のやつトランクスの出発の日だってのに見送りにも来ないで仕事なんだから仕方がないですよ それじゃあ皆さんお元気でいつかまた必ず会いましょう